セバスティアン・フランシスコ・デ・ミランダ・ラベーロ・イ・ロドリゲスで、エスピノーサは、ベネズエラの革命家。一般的には、フランシスコ・デ・ミランダとして知られ、シモン・ボリバルの先駆者ともみなされている。ミランダは、スペイン帝国からの独立及びイスパノアメリカの統合を狙ったが失敗し、1812年に、スペインに捕らえられ刑務所内で1816年に死去した。しかし、 ミランダの死後14年のうちに、イスパのアメリカの大部分は独立を果たしている。カラカスにある、ミランダ像セバスティアン・フランシスコ・デ・ミランダは1750年、カナリア諸島で承認をしていた、セバスティアン・デ・ミランダ・ラベーロとベネズエラ人フランシスカ、アントーニア・ロドリゲス・デ・エスピノーサの子供として、裕福な家に生まれた。私立学校に通ったものの、白人でなく、 クリオリョであることから差別を受け、そのことに疑問を抱きつつ成長した。1771年にミランダは、スペイン帝国陸軍に入隊した。そして、アラゴンの連隊に配属され、アメリカ独立戦争に関心を示した。1781年には、アメリカ独立戦争のペンサコーラの戦いに参戦し、中佐に昇進した。翌年1782年、 バハマ占領にも参戦したミランダは、バハマ島陥落の方を、ベルナルド・デ・ガルベス・イマドリーに告げたが、ガルベスは、自らの許可なく、バハマに侵攻したことに憤慨し、ミランダは捕らえられた。この時のスペインの非公式をゼトしない方針に、納得できなかったことがミランダを、スペイン帝国からの独立へと向かわせたとも言われている。1783年、解放されたミランダは米国へと戻り、 ボストンから英国用の船に乗る。そこで、ジョージ・ワシントンや、トマス・ペイン、アレクサンダー・ハミルトン、ヘンリー・ノックス、トマス・ジェファーソン等の面々と遭遇した。1785年8月9日に英国に着いた後、ミランダは、ベネツィア、パドバ、ベローナ、マントバ、パルマ、モデナ、ボローニャ、フィレンツェ、ピサ、ルッカ、リボルノ、ローマ、ナポリ島、 現在のイタリア共和国にあたる地域の都市を同年11月12日から翌1786年3月16日にかけて周遊した。そして4月2日、ドゥブロブニクに到着、9月23日までオスマン帝国のコンスタンティノープルに滞在した。9月26日から翌1787年9月7日の約1年間はロシア帝国で過ごした。 同月10日に、スウェーデン王国の首都ストックホルムに到着、11月2日まで滞在し、10日から12月17日までを、ノルウェー王国及び、スウェーデンに戻って、カールスクルーナで過ごした。そこからは乗船し、翌1788年3月10日までを、デンマークで過ごした。その後は、ハンザ同盟のハンブルク及びブレーメンで4月1日から、 同月27日までを過ごし、オランダ王国で5月2日頃から6月16日までを過ごした。そして、ライン川沿いに現在のベルギー王国やドイツ連邦共和国の都市を経由しながら南下し、スイス連邦のバーゼルに7月30日に到着し、9月25日にはジュネーブに到着した。フランス共和国に入り、マルセイユに滞在した後、 ボルド2789年2月26日に到着した。その後は北上し、ルーアン、ルアーブル、パリ等に滞在した。そして、ドーバーへ向かい、6月19日にロンドンに到着し、友人の家に身を寄せた。一方のスペイン帝国はミランダを外交上の理由で捕獲しようとしていたが、ロシア帝国中ロンドン大使。 セミオン・ボロンツオフが、時の英国外務英連邦大臣のフランシス、ホドルフィン・オズボーンに対し、エカチェリーナ2世の元における任務を果たさせることにより、ミランダをスペイン帝国から引き離した。そして、ミランダは、ロシア帝国下において、アメリカ大陸への移住を進めた。ロンドン・フィッツロイ広場にある、ミランダ像ミランダは1791年により、フランス革命に参加した。彼は、 パリでジロンド派のジャック・ピエール・ブリッソーとゼロオム・ペティオン、ド・ビル・ヌーブと知り合い、シャルル・フランソはディムーリエ率いるフランス革命軍の一員としてネーデル・ラントに赴いた。1793年4月にアントワーヌ・フーキエタンに捕らえられたミランダはディムーリエの政府に対する暴略を計画したとして非難された。ジャンポール・マラーはこのことについて、ミランダは無罪を主張しているが、 同年6月に再逮捕されラフォース刑務所に放置された。そして、その中においても、恐怖政治を執行する公安委員会を非難していた、と記している。1794年6月に、テルミドールのクーデターで、マクシミリアンドベスピエールが処刑されても、なお、翌1795年1月まで放置された。その後の総裁政府に対しても、 反抗的態度を示したため、再逮捕され、国外追放された。しかしながら、1797年9月に、フランス国内にミランダは再び出現したので、警察の裏情報でも、彼の名前がよく上がるようになったが、ミランダを捕らえる前に彼自身が、フランス革命に失望し、1798年1月には、ドーバーへ去ったために逮捕には至らなかった。そして、 その後は、ロンドンに移住し、二人の子供と使用人、妻のサラ・アンドリューと暮らし、また、この頃ウィリアム・ステファンズ・スミスと出会った。フランス革命に参加したために、アメリカ大陸出身人物としては唯一、フランス第一帝政によって作られた、エトワール外線門にその名が刻まれている。ラグアイラでのミランダの艦隊。カラカス最高議会の代表任命を受けるミランダが、 シモン・ボリバルやミランダの支持者と共に描かれている。ミランダの人生はラテンアメリカにおけるスペイン帝国からの独立への苦難に満ちていた。ミランダはミシシッピ側からホーン岬に至る広大な領域に広がるスペインやポルトガルの植民地すべてを合わせ、一個の帝国として独立させる構想を思い描いていた。帝国はインカ帝国にちなんでインカと称する 世襲制の皇帝に率いられ、二人制の議会を持つ。また国号は、クリストファー・コロンブスから取り、コロンビアとする計画であった。1805年11月、ミランダは、ニューヨークへと旅行し、ウィリアム・ステファンズ・スミスと再会、彼の紹介で商人のサムエル・オングデントであった。そして、ワシントン DC に移動し、時の大統領トマス・ジェファーソンや国務長官、 ジェームズ・マディソンとも個人的に話をした。その後ミランダはベネズエラ独立のためのフィリバスター組織を結成した。この中には後にメキシコが死臭国からテキサス共和国が独立した際に暫定大統領となったデイビッド・ガーベナー・バーネットもいた。そして彼はサムエル・オグデンから船を借り、現在のハイチ共和国ジャクメルに至った。 そこでさらに2艘を乗組員付きで借りた。そして、それらの船の中で1806年3月12日、ベネズエラの国旗を彼は作成した。4月28日にスペイン艦隊がベネズエラ沖にいたり、ジャクメルで借りた船が沈没した。この時、6人が捕らえられ、10人が死亡した。その後、当時英国領であったバルバドス島、 トリニダード島にミランダは行き、体制を立て直した。当時の英国はミランダを裏で援助し、ベネズエラ総官僚の侵略をミランダにそそのかした。なぜなら、スペイン帝国はナポレオン・ボナパルト率いるフランス第一帝政と同盟関係にあったからである。8月3日にベネズエラに戻り、要塞を陥落させ、ベネズエラの地に彼の作った国旗を掲揚した。翌朝までには、 コロとその港を占拠したものの、住民からの援助はなかった。さらに、スペイン王国軍が戻ってくることが予想されたため、13日にはコロを放棄し、西インド諸島へと引き返した。1808年には英国による軍備増強が完了し、アーサー・ウェルズリー率いる軍隊となったが、ナポレオンに対するスペイン独立戦争が勃発すると、軍隊はそちらに動員された。 半島戦争に紛れて、1810年4月19日、ベネズエラ第一共和国を、シモン・ボリバルやアンドレス・ベージョと共にミランダは、成立させた。そして、英国に施設を派遣し、政府の承認及び援助を求めた。ミランダはさらにジャコバン派に習った、政治結社を設立し、周辺の植民地に独立と個人の概念を広げた。そして、 ミランダは議会によって、自らの名前を冠したムニシピオである、アンソアテギ州フランシスコ・デ・ミランダの代表となった。さらに議会は国旗を三色旗とすることも策定した。ガラクタのミランダ。カディスの牢獄の中で、最後の日を過ごすミランダを描いている。翌年になると、王党派の反乱により、第一共和国は、領土の拡大に挫折した。加えて、 カカオのプランテーション農業が改善されなかったため、貧困層からの支持率は低迷した。さらに1812年3月26日にカラカス地震が発生し、主に共和国側の地域が壊滅的な打撃を受けた。地震の発生が正木曜日であったこともあり、国民はこれを神が共和国を認めない意思を示した結果と捉えて反乱は大規模化した。 6月4日にはバルセロナが王統派の手に落ちた。加えてファンドミンゴでモンテベルで率いるスペイン王国海軍が上陸、市民がスペイン王国海軍に加勢し、ミランダはベネズエラ中心部のわずかな領域のみでしか権力を行使できない状況に陥った。第一共和国は非常事態宣言を発令、ミランダを大元帥に任命したものの、 スペイン王国軍が7月半ばにバレンシアを占領し、ミランダは絶望的状況に追いやられた。7月25日にミランダはスペイン王国側と休戦協定を締結し、王党派が到着する以前にラグアイラから英国の船で国外脱出したが、シモンボリバル等から外貫罪を問われ、最終的にスペイン王国軍にミランダは捕らえられた。この背景には、 シモン・ボリバルはミランダを反逆者として処刑したかったが、周囲がそれを阻止した経緯があった。というのも、シモン・ボリバルは和平条約をスペイン帝国が気にかけていることをミランダが信じているならば、彼は条約通りに動くだろうし、そうでないならば彼は反逆者となり、軍に殺されるだろうという解釈をミランダに対してしていたのである。しかし、皮肉なことに、 ミランダによって、この解釈は、スペイン帝国側に伝わり、ミランダが逃亡する機会を与えた。この時捕まったミランダは、永遠に自由を与えられなかった。裁判中途に、スペインカディスケンサン・フェルナンドで死んだのである。集団墓地に埋葬されたが、埋められた場所はわからないため、ベネズエラ国家神殿に、空の墓が造成されている。ミランダはベネズエラでは、 非常に巧妙であり、高評価を受けている。そして、1889年には、ミランダ州が設立され、港町、プエトロ・ミランダや他に、ミランダや、フランシスコ・デ・ミランダの名前のムニシピオが、多数存在する。また、カラカスには、フランシスコ・デ・ミランダ大元水空軍基地や、フランシスコ・デ・ミランダ大元水公園が存在する。1930年代には、 ベネズエラ政府によってフランシスコ・デ・ミランダという国も制定された。さらに2006年には国旗の日がミランダの旗の制定日に合わせて8月3日に移動した。また、ボリビア革命ではミランダ作戦という作戦があったほか、2006年には彼の生涯を映画化したフランシスコ・デ・ミランダも公開されている。パリのエトワール外宣門にも彼の名が刻まれている。 2000年から2007年まで発行されたベネズエラの9 5 0 0ボリバル紙幣と2008年から発行されているニボリバルフエルテ紙幣に肖像が使用されている。2012年9月29日には小型地球観測衛星フランシスコ・デ・ミランダをベネズエラは中華人民共和国の協力で打ち上げている。シモン・ボリバルの副官ダニエル・フローレンス・オーレリーは ミランダの死に関して次のように述べたとされる。ありがとうございます。